はい、こんにちは、くんです。ということでやっていきましょう。人狼ジャッジメント。今回はワンワンです。ワンワンは、どうしよっか。SP だし、クリスにつこうか。SP 髪を妨げるための、SP 好き。なんか SP ってさ、メタくなっちゃうよね。なんかメタ要素発生するからやべえんだよな。市民一、人狼に占い一、霊能しかれてる一、狂信者一、呪われ一、赤ずきん一、番犬一ということで、さあ行こうか。呪われいるのか。いきなり延長希望するのこれ。すごい部屋ですね。どんどんなんか延長希望で先延ばしになった。380ってよくね。これ初日破綻あるからな、これ。俺に白出しして。クリス白。トーマス確定か。あ、よかったね。フェイ白。おっそ、カミングアウト。アンナおっそ。フェイ白。びっくりしたから。びっくり、それいいな。占いでちょっと遅れた理由、びっくりしたから。俺も今度使おう。取りますらいないし、呪われアピいないからいいよ。番犬かつ狂信、これは囲いあるね。レノどうぞ。いや、あんな釣りでいい。え？囲い見ようかな。え？フェイスさん？フェイスさん何してるんすか？カミングアウト。何をやってんの？フェイ大丈夫か？間違えた？あんな連れあんな連れぶっぱ先輩だな。ちゃんは今日釣り位置じゃないかな。釣り位置ではないって意味ね。こんな目立たんやろ。ここまでちゃんがあんな釣り一点張りとクリス、少なくともクリスチャンツールフはない。指定クリスで行くわ。え、クリス指定すんの。え、アホじゃね。俺の番犬意味なくなるんだが。フェイやめた方がよくね。いや負けるよこれ、ミスってたら。あ、初日囲い絶対あるからと見てんのか。でアンナはフェイに白出しだから囲いないから、囲いある方が黒だみたいな。フェイの考えはおそらく初日囲いは絶対する、アンナはしてないから真って要素じゃね。カミングアウト。意味ねえ、意味ないよこれ。市民仕様とか釣る意味ない。なんかこれ意味ないことするんだ。市民仕様
させようも文句あるわ。うん、いやいや、今日クリス釣って明日もう一人の市民釣ったら負けるよ。ないってだから。いやマジアホだな、もうどうすんだこれ。クリス以外だろ普通に。1分前。あ、初日から片白釣り、しかもほぼ市民濃厚なんて釣ってる余裕ない。延長しろ。まあエマかな、あえて言うならエマ。エマだな。クリスリーに対してのリアクションが少なすぎる。あーもうアホだなこいつ。もうバカだ。いやこれダメだ、クリスリーなんかしてる場合じゃねえわ。はい、エマ釣りでクリス守ってますんで。エマ釣りに変更だ。うん、そうそう、フェイやべえわ。とりあえずエマ釣り、私赤ずきん、赤ずきん太鼓いる？延長しよう。エマしようして。じゃあエマしよう、はよしろ。はい、太鼓ないな。はい、ソフィアか、ソフィア対抗か。じゃあカミングアウト。はあ、何やってんのこいつ。もうエマ釣り、エマ釣りでエマ貫通。ああフェイもやめろ、マジでマジでお前やめろ。ああ守んなくていいぞ、もうもうダメ、もうお話になりません。お話にならんな、俺噛まれるな。あー金田はもうフェイ守らないでいいよ。あー荒らすつもりだからもう守らんでいい。え祭りもうこれでいいわ。ただの霊能なら良いが話にならん。とりあえず祭りで。フェイン進行は無理だわ。もうジェシカ入れるとか言ってるし。やべえマジでやべえ。エマからもうロックで決め打ちするしかない。霊能掛け部屋だったと思うしかない。これやべえな、これマジでやべえ。霊能裏切ったが。まあメアリーかミカってとこか。もう無駄、もう無駄やろ。んで、あとはあれか、チャンを白置きしてトーマス・アンナの審議決め打たなきゃダメだな。ここは多分ね、噛んでる余裕ないと思うんだよな。変なところ何もしない。んでクリス守って、ミカ・メアリーのどっちかだな。でソフィアは対抗多分。30秒前。
ソフィア死んでもう置こう。今義で決め打つしかないか。ああ、トーマスカマレね。なるほど、トーマス神っぽい感じか。なぜフェイを噛まなかった。そんなにもトーマスが神に見えたか。ってことは占われそうな位置、メアリー・ミカあたりか。もうこの時点でソフィア神だな。延長マックスまで。延長希望、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 延長もう一回。ミカ白、トーマス髪で泥沼化させるつもりやな。だなあ、トーマス髪泥沼作戦。まあアンナ釣るのが一番いいんだけど。うん、メアリーかミカかな。今日はもうソフィアシーン決め打つぞ。なフェイツリーとかしてる場合じゃないんだよな。うん、フェイツリーとかしてる場合じゃない。いや普通にフルをするか。確かにフルオープンもなしじゃないかな。そうだな、240でカリエドは使用して、260でカレードは使用すること。カミングアウト。カミングアウト。うん、メアリーかチャンカか。どうするかこれ。市民ミカやろ。さあどうする。もうソフィアシーン決め打ちしていいかね。もうこれフェイくっせえな。フェイも白か黒か分かんねえぞ、もうこれ。チャン・ミカ守り、メアリー・ジェシカ守りにする。そしたら霊能かめる。あーでも霊能かめちゃうんだよな。期待よろしく。クロス越え意味ない。カリエド2人とミカ声でよくね。うん、フェイの結果ほとんど信用してないんだけど。もうフェイ死ん前提で動くか。 RPP になるよな。とりあえず延長させるか。延長希望、延長希望。どっちかな。メアリーとチャン決め打ちをするか。
あんな釣りクロス意味ない。うん、結局呪われ覚醒させられる可能性あるから意味ないことになる。これ厳しいぞ。メアリー三日越えでチャンが自主化越えするか。アンナが一番安牌だな。どうするか。アンナ釣りが一番丸いかな、すべて考慮して。うん、1分前。うん、アンナ釣り、アンナの石に置くか。30秒前。多分メアリーラストウルフだと思うんだけどな。じゃあいいや、ソフィア行こうや。リア強なしで考える。なここまではソフィアで行くしかないな。ほぼ死んでおいてる。まあもうしょうがないな。でメアリーは私守りな。10秒前。多分フェイカーまれて終わりなんだよな、正直。どっちかっつうとアンナ真決め打ちした感じだな、これも。アンナの真決め打ちして、うん、アンナが義でこの占い方ができるかっていうとできない気がするんだよね。強信者がこの占い方できるか。相当きつい占い方だよこれ。ミカに白出しって囲うと思うんだよな。囲わなかったのがちょっとうーんって感じだな。ソフィアすまねえ、白ならな。アンナがラストウルフだと思うんだよ多分。アンナがシンと見て30秒前。だからアンナ噛まれなくてフェイ噛まれたら多分いけるかな。ツールフは絶対ないから。ソフィア死んだと思うんだけどな。だエマちゃんの落ち方がちょっと黒っぽくはなかった。あと10秒前。あとチャンが初日ちょっと白かったかな。チャンがミカ守り、もうこれいろんな前提があるな。これフェイ噛んでほしいな。これグッジョブ起こしてくるか、それか。あーグッジョブ起こすか。うん、まあアンナの占い結果次第だな。まあアンナ噛まれなくてまだマシか。延長希望、延長希望、よろしく。延長希望、おはよう。延長希望、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 延長マックスまで。アンナ結果は、メアリー釣りかな。ここはメアリーさ、カリエドロラでおしまいっておかしくね。メアリー覚醒終えるよね。
ミカの延長希望。うん、やっぱチャンシン決め打ちするか。うん、覚醒したら2分の1で勝てるぞ。バランス的にはチャンするべきかな。クリス守ってて本当に良かったわ。ほぼメアリーと思うんだけどな、この感じ。クリスの言ってることはわかるよ。ただどうせ同じことなんだよな。明日5人でしょ。今日ちゃん釣りしてメアリー釣りミカ釣りで終わるはずっちゃ終わるはずなんだよね。ただ結局アンナの真偽の話なんだよねこれ。今日ちゃん釣り、明日メアリー釣り、その次ミカ釣りとしよう。ただ最終的にアンナがギーなら、縄が足りなくなる。 PP で負ける。メアリーもおかしすぎるんだよね。あんなシーン決め打つんだったら、時間経っても無駄なんだよな。まあ、ちゃん釣りでメアリーがジェシカ守りして、ちゃん釣りメアリージェシカ守り、でミカ覚醒させるか。んー難しいな。延長延長。1分前。チャン、ミカ、メアリーの順番にすれば終わるか。チャン、ミカ、メアリーの順番にすれば勝つ。身内切りがない限り。10秒前。今日ちゃん釣りで、明日ミカ釣り終わらなければアンナ死んだから、最終日にメアリー釣りでジジ。メアリーはジェシカ守ってね。ちゃん悪いな、死んだと思ってるけど、ちゃん釣り、ミカ釣り、メアリー釣りで負けはないはずなんだ。アンナが身内切り10秒前してなければな。ワンチャンここでミカ食い破ってくれたりしたら最高だしな。
アンナが身内切りしてたら、まあアンナあっぱれだが、てか本当だったら縄の余裕あったかもしんないんだよな、エマがギとかだったらね。もしエマがさ黒だったらさ、まだワンチャンあったんだよね。てかこれ多分フェイ噛むしかないんじゃねえかな、黒側は。アンナ噛んだりしてもしょうがないはずではある。あ、これミカ覚醒入ったな、多分ミカ覚醒入れたから、ここでミカ釣りメアリー釣りだな。で覚醒でしょ、さすがにここの狙いはもうメアリーミカで終わりだろ。園長キモ、おはよう園長キモ。アンナメアリーでしょ、はい、時短でいいよ。ミカ、これでアンナにメアリーとミカ票を集めたらもう最低だな。違う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 、アンナ違うわね、やめろやめろ、ミカ釣り。おいマジか、ミカ釣りだぞ。いやだからミカ人狼なんだって。アンナ狂人かこれ、そんなバカな。マジでミカとメアリー、お前リア強に便乗しやがったな、やべえぞ。アンナがメアリーに入れちゃったのか、これミスって、もしかして。いや、アンナ入れてなかったのか。今夜能力を使用しませんか、はい。これミカは入れたのか、ミカ今日いた、そもそもおはようしか言ってねえな。どうなったんだ、ツールフで負けるんじゃねこれ。これフェイ噛んだらミカは黒確定だよな、どうなるんだ。んで終わるのか、あー最悪だな、マジでマジで最悪なんだけど、これだミカ入れてなかっただろこれ。トーマス狂信、ソフィア人狼でアンナ進化、ちょ待って、これアンナ入れてたのか、アンナ入れたミカに。これやばすぎんな、これこれやばいだろこれ。ミカ投票してない、あーじゃあフェイが投票したのか、フェイがアンナに入れたのか、うわー、でアンナが入れてないと。マジでやべえ、もうこれはやばいこれはやばい。まあアンナはもうしょうがないし、アンナもアンナだな。ソフィアの結果は本当だったが、ジジイだわマジでやべえ、もうやばいっすねこれ。ソラエロさん、これが実態っすよ、わかりますかソラエロさん、これがね人狼ジャッジメントです。ああ